スディープサンジェーブは、インドの俳優、テレビプレゼンター。スディープの芸名で、カンナダ語映画を中心に、ヒンドゥー語映画、テルグ語映画、タミル語映画で活動している。代表作に、カンナダ語映画の、スパーシャ、ハッチシャ、ネンディ、キッチャ、スワティムス、マイオートグラフ、マサンヘマトゥー、ベーラ・マダカリ、ジャスト・マスマサレー、ケンペグーラ、テルグ語、タミル語映画の、 マッキーがある。ハッチチャ、ネンディ、スワティムスでは3年続けて、フィルムフェア賞最優秀カンナダ語主演団優勝を受賞している。2013年以降は、テレビ番組、ビッグボスカンナダの司会を務めている。ティチェズのレコーディングを行うスディープカルナータ歌集、芝木家兼芝木カ出身。バンガロールのダヤナンガサーガル工業大学で、インダストリアル プロダクションエンジニアリングの資格を取得している。その後、ムンバイのロサンタネジャ俳優学校で演技を学び、内気な性格を克服した。スディープーは、セレブリティクリケットリーグのチームキャプテンを務めている。2000年に、ケーララ州バンガロールでナーヤルの女性と出会い、翌2001年に結婚している。2004年に子供を設けた。2013年に、イベント管理会社、 ステージ360度を設立し、妻も会社の一員として活動している。2015年9月に二人は離婚したが、2016年に再婚している。2012年には、ザ・タイムズ・オブ・インディアが選ぶ、バンガロールで最も好かれる人物ベスト25に選ばれている。同年には、宝石チェーンジョヤルッカス、2013年に、バンガロール交通警察署と収入税務課 2014年にインテックス技術、モバイルパラゴンフットウェアのブランドアンバサダーに任命されている。2013年の世界エイズデーの際、スリープはビジャイラ・ラガベンドラたちカンナダ俳優と共にティーチェズが開発した教材のナレーションを担当した。マッキーの撮影現場スリープは批評家からカンナダ語映画で最も優秀な俳優の一人に挙げられている。 1997年公開のタイアブバで俳優としてデビューする。1999年にプラシーアーサで脇役を演じスパーシャで主演を務めた。2001年に主演を務めたハッチチャでフィルムフェア賞最優秀カンラダ語主演団優勝を受賞し高い評価を得た。2008年にフンクに出演してボリュウッドにデビューした。その後もラン。 フンクに、ロクタ・チェリトラ、ケンペ・グーダに出演している。2012年に、SS ラージャマウリの、マッキーで、テルグゴ映画にデビューした。映画では、主人公を殺して、ヒロインを奪おうとする悪辣な実業家を演じ、映画と彼の演技は批評家から絶賛された。2013年に、バクション、バラードネイヤカに出演し、2014年には、テルグゴ映画、ミルチをリメイクした。 マーニキャで、監督、主演を務めた。2015年に、テルグ語映画、アッタリンチキダレジをリメイクした、ランナで主演を務め、バーフバリ伝説誕生では、仮名を出演している。バリー、チャンズ、ランガ、SSLC、ナラ、ノー73、ションテニワッサ、バラードネヤカ、ベーラマダカリ、ケンペグーラ、バクションでは歌を披露している。マイオートグラフ、 73サンテナイバッサ、ベラマダカリ、ジャストマスマサレー、ケンペクーラ、マーニキャで監督を務め、ジャストマスマサレーでは脚本を執筆している。また、映画制作会社、キッチャを所有しており、マイオートグラフ、73、ションテニバッサを制作している。ありがとうございます。